おめでとうございます。決まりました。ありがとうございます。お疲れだと思いますけど、すみません。お疲れだと思います。もう本当にね、もう、まあ、どうしましょう、こうやって店出しましたね。出かける前は公園の準備が一番気になってまして、とにかく公園は割と幸いなことに、7日に公園をもう旅に帰っていただいてたんですよね。そんな関係で、公演終わってからかなり、リラックスした気持ちを持ってる。まあ、それでも、それに国を挙げても、あれですか。先生、お帰りになった後は、スウェーデン大使も、ちょっと実験で、先週お会いしたんですけど、そうですね、喜んでました。あ、そうですか。向こうでも今度はね、日本の大使館の中大使が迎えてくれて、パーティーもいらっしゃいましたね。まあ、皆さんに本当お騒がせして、知事はみんなまた出かける前にも知事をいただいたりして、まずは本当はもっと早く、ご報告に上がらなきゃいけないです。もう電話いただきましたね。もうまず帰ってきたら、もうまず私は一日早く帰ってきたんです、はい、それは誰かというと、日本学士院の総会がある。それに間に合うように皆さん、もっと他の人たちはもう一日いたんですけど、私はそれを最後切り上げて帰ってきて、まず日本学士院の会があって、次は今度は文部科学省の大臣が、はい、これその次は今度は総理大臣、そうですね、イノベーション会議でもって、会議で40分ぐらいの会議になるのに半分20分を私に講演してくれって言うんですよ。報道で見させていただきます、ね、そういうの私も後のことは何もわからないんだから、やったというけど、そんなことでいたんですよ。そしたら今度は非常に驚いたのは、ケネディ大使から、はい、またお呼びがありまして、これで行きましたら、ビル・ゲイツがね、ちょうど先週来られてますね。ビル・ゲイツが来てるね。それで、ケネディ大使と、初めの、なんていうかな、これ見ると、私の隣が大使で、それでビル・ゲイツの向こう、もう一個向こう、こちらは国連から来た、美容人だったんですよね。そしたら、ゲイツさん、私の隣に座らせろっていうということで、そういうメールが来たんです、はい、ビル・ゲイツに行って、大村の隣に座らせろって、それで座っていろいろ話ができてよかったけど、本来あれに合うようにみんなに言われてるんですよ。だけど私は忙しいから、もうで彼も忙しいから無理だって言ってたんですけど、誰かにうまく頭を使って合わせてくれたんだろうと思って、今ビル・ゲイツは特にアフリカのマルチ地域の、はい、支援して、計画改善であるとか、病状、そういうのを非常に力を入れてる、そういう話に、1時間近くはそういう話だったんですよ、今、どこでやってるとか、ね。まあ、そんなことで、なかなかこの山梨に帰ってこないですけど。先生、お電話でご報告しているように、12月11日に、山梨県名誉県民、第1号で、当分出ないかもしれませんが、本当に県民そこぞってですね、議会のご承認をいただいて、先生を、まだ今日すいません、いろんなものが全部揃ってないんですが、また日を改めてご相談をしながらですね、まあ、先生のご負担もできるだけ少なくしながらと思ってますけども。いや、もうすでにいただいてる。いや、あれは特別コンテナスターのポジションで、東京ちょっと格が違うので。重ねてじゃ申し訳ない。いえいえ、国民、県民全体のですね、総意という形で、今回、議会の皆さんも、全員が先生でという形でですね、ご理解いただいて対応しましたので、格別な配慮いただきまして、そうですね、皆さんよろしければ。年末年始、いずれにしても、ね、先生、少し体調を休めていただいて、そうですね、また来年から違ったありますステージがですね、お忙しくなると思いますので、よろしくお願いします。まず、報告をと思ってみたから。
間のこれがメタルですけど、これが、ね、あの表現する色感の、あすごいですね。あのメダルで撮ったニコロアップだから、まず美しい、こういう美しいメダル、ね、私もいろんなメダルいただいたけど、やはり美しい。それから重い、重いという意味は、ただ、サーティーマッチ金の重さだけじゃなくて、ね、この今日そのものが、あの重いわけです。そして、2億人以上の方が、あの全部、先生に拍手を送っている、その重みじゃないですか。素晴らしい。裏は、なんか見させてもらいますけど、これはね、こうやって置いて取るなっていう、もう納税財団だから二重に注意されてるんですよ。まあ、こうやって見てたらなんかそれはいいけども、こういうのは、あのメダルのあのこれだけです。これと、これからここに今紐みたいなの、この少々また素晴らしい。これ皮でこういうそれでもだから私も読めない。あ、これがサトシ。読めないから自分の名前だけど。これあの、王妃と万山のロイヤル関係とかありますね。そこで私の隣があの王妃。はい、そちらから拝見させてもらいました。あ、そうですか。はい、あれも出た。テレビで全部。あ、そうですか。あの生中継のようにやってましたから。で、彼女と話しっぱいやったんだけど、もう本当にこっち向き合うようにして話してたんですけどね。はい、あの非常にあの印象的なのが2つありまして、1つはあの彼女はこう言うんですよ。あの自分はあのブラジルのお母さん、ブラジル人のお母さんで、父親がドイツ人だ。という話からあのそういうのを知りました。そこで今度はもう一つはこのブラジルで日本人が非常に多く成功したりとか、それはやはり日本人のこの何て言うかな、頭、あのこんな小さな桃なんかも日本人がこういうものを作り上げたりとかね、そういうその素晴らしいものがあったと、それでみんな成功したんだと。これは桃の例は一つの例です。そういうこと言ってましたね。非常にあの、印象的。あとは絵の話をしたりね。あまあ、先生は絵はね、あの微生物の次の造形の深いこれ美術館で、美術館に行ったら、ね、王室関連 の、 このプリンス・ユーゲンスというね、まあ、関係の方が、この絵描き、絵を描いて、その人のコレクションと自分とのその人の絵が飾ってある美術館に行ったら喜んでましてね、あの本当にあので、その中で一番気に入った絵は私はあの雲という題の絵だったら、もうますます打たれたりして。雲というのはクラウドの雲ですか。そうです、その雲なんですけど、そのプリンスマイ・ユーゲンスという人が描いた有名な絵なんですよ。いっぱいあったんだけど、私はそれがあの一番気に入ったって話を聞いた。まあそんなふうな話を言って、3時間ありますからね。3時間をね、こう、初めはどういう話で3時間過ごそうかなと思って、結構だから、もうあの時間回ってますぐらいやりたいんですよね。寒かったですか、寒かなかった。皆さん、あの先輩たちは静電関係の人たちも、とにかく寒くて、ね、下が凍ってるから、気をつけるね、凍らない、ね、滑らない靴を履いていってくださいなんて言われてね、行ったんですけども、あったかくて氷なんか何もない、全く氷ない、もうあったかくて、むしろ見上げるのが寒かった。それは先生、先生がですね、行ってる間は日本も山梨もあったかくて。あ、そうですか。ですから先生のこう移動するのと同じように、多分温度が変化してるんです。皆さんが祝福してると思います。素晴らしいです。すいません、あのお二人でそれぞれディプロマとメダルを持っていただいて、立ってあるのか、そんなことない。先生、小さな、こっちも、はい、こっちの方。